可愛い子発見ありがとう。こんばんは。ブザビットありがとう。可愛い子発見ありがとうございます。こんばんは。やばい、これだ。ヤッホー、ブザビットありがとう。可愛くて美人で最高、ありがとうございます。普通にさ元気。こんばんは。あ、こんばんは、来てくれてありがとう。皆さんはいかがお過ごしですか。なんかキモい、声がキモい。可愛い子発見ありがとう。かヤッホーチューンって、ヤッホーヤッホー、こんばんは南川っていうな。ヤッホー、みんな来てくれてありがとう。ねえ、やばいよ、はるちゃんめっちゃ体調いいのにさ、声だけが枯れたんだけど、なんで、何この何その症状。こんばんは、可愛くて美人で最高、ありがとう。ね、声やばいよねこれ。え、治んなすぎてもう配信始めちゃった。でも あれなんだ、治ってきてんのこれ。めっちゃ元気なんだけど、何これ。気まずい。ありがとう。卒業寂しくなる、ありがとうございます。こんばんは、可愛い子発見ありがとう。だから高い声が出ないんですよ、もう。こんばんは、ヤッホー、来てくれてありがとう。こんばんは、可愛い子発見ありがとうございます。ね、はるちゃんの声好きって言ってくれる方気まずいよね。声治ってないよ全然、カスカスだよこれ。だから何も歌えない、歌えすらしない。こんばんはです。かわいい子発見ありがとう。もうね、治んなすぎてもう配信できないから、もう諦めて始めちゃったんだけど、やばい。ちょ、体調悪くないんだよ、喉だ、あの、なんか声が出なくなったね。でもあれだよね、公演までには治ると思うので、ちょっと安静にしてる。まだ治ってない。そう、喉だけびっくりだよ。しかも体調も悪くない、本当に元気なんです、ずっと。でも声なんでこんなカスカスなんてね。めっちゃ元気。あ、あおちゃんのルームから飛んできてくれたの、ありがとう。いや、カラオケしても治んないんだよ、めっちゃ歌えない。ちょっと基礎ちょうだいになっちゃう、これなんかすごいね、可愛くない声になっちゃうこれ。こんばんは、カスカスだよねこれね。お大事になさってくださいって、 ありがとう。でもね、本当に元気なんです、声以外、声だけなんです。なんでですか、めっちゃ元気。こんばんは、可愛い子発見ありがとう。ヤッホー。でしょ、これでも治った方なんですよ。そう、治った方でね、こんなに枯れてるとは思わないよね、わかるね。多分あと2日ぐらいで治ります。だから本当にね、気まずい。あ、そうなの、公演も中止になってんの。
うざびとありがとう、かいこ発見ありがとう、かいこって美人で最高ありがとう、こんばんは。誰の声だ、こんばんは。喉悪くしてるメンバー多いの？え、ほんと？でもはるちゃんメンバーと会ってないからね、これね、なんでかわからないのね。映ったわけでもない、配信してその次の日にカサカサになってた、かすれてた。かわいこだけありがとう。そう、朝起きたら声かすれてて、次の日ももうカスカスで、ね、治ってきてる。めっちゃ体は元気なんです、本当に。でも歌えない。かわいこ発見ありがとう。埼玉県の山田うどんに行くと、なんだろうこれ、何が。かわいこ発見ありがとう。ブザビートありがとう。え、カスカスダンスね、カス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 っていいね。カスカス。可愛くて美人で最高ありがとう。蜂蜜ね、摂取しようとしたけど、ハチュンね、本当に嫌いすぎて舐めれなかった。だからちょっとね、蜂蜜本体じゃなくて飴にした、のど飴というか飴を舐めて頑張ってる。こんばんは。生誕祭中なの、来て大丈夫なのこれ。ななこさんのまぶたちですか、そうなんですかね。そう、そう、飴、蜂蜜じゃないな、なんか湯、なんだっけ、梅だっけ、何の飴か忘れちゃったけど。可愛くて美人で最高ありがとう。ヤッホー、かわいこ発見ありがとうございます。こんばんは。ウザビートありがとう。いや、寝てるときエアコンかけてないから違う気がする。その前ですね、エアコンの、今もエアコンつけちゃった、この部屋に。違うんだよ、寝てるときはちゃんとね、エアコン消して、そう、寝てるから。え、なんでですかね。可愛くて美人で最高ありがとう。あ、そっか、今日野球だね、野球の日。うちも見に行きたかったんですけど行けないだった。こんばんは、ブザビットありがとう。天童よしみさんの喉ですか、喉飴。人生舐めずにこれ舐めてですね、天童ね、なんでですかね、何もしてないのに。おへそ出して寝てない、最近は大丈夫。俺も何もしてないに声枯れた時あったから分かりみは深いって。え、だよね、急に来るよね。でもここまで枯れたのは本当に、つい最近あったな、そういえば。前もあったな、配信で。いや、枯れてたか、咳だけだか覚えてない。なんだ、撤回すれば治るの。ヤッホー、油断してたよって、ありがとう来てくれて。今日しちゃった配信ね。山形県の何、なんだろうこれ、何なら住んでたことある。その時このまま歌うことができないのかなって悩んだって。はるちゃんは悩んでない、全然。
ハチは治ると思ってるから悩まない。うん、多分治る。よしみあやねさんね、 NMB の方かわいい、よく配信されてるの見かける。マリちゃんに聞いてみる、マリナさんに声の直し方ですか、ね、こんばんはね、絶対治るよ。可愛くて美人で最高、ありがとう。多分喉治りますね、これ卒業延期はね、予定が狂っちゃうので皆さんの大丈夫な気がする。ね、長くても1週間とかだよね、絶対そうだと思う。頑張って直します。全然声が出ない。1週間くらい治んないか、それは嫌だな。1週間は HKT さんのイベント行ってきたの、いいね、研究生さんと会ったの、ね、2人の方昇格しましたよね。こんばんは。治らなかったら AI に歌ってもらうの、そしたらハルチパフォーマンスだけでメンバーにカバーしてもらう。でも歌うことは可能なんですよ、この声でも。じゃあちょっと歌ってみるわ。何の歌歌おう、公演なんだろうね。ちょっとマックスでも、最後のトンネルを声が抜けそう。抜ければ近づく美しいこの街ダメだ、ダメだった、もう未来はいつもダメだ、これ歌っちゃダメだ、やめようもうダメだ、声出ないな。こんばんはね、歌えるっていうことを可能にしたから歌えます。いくらでも対応できるの、延期、延期に関してですか。可愛い子発見ありがとう、こんばんちゅんです、ヤッホーテイありがとう、こんばんは。今佐藤のはるかさんのマブダチの出口ゆいなさんの生誕祭、あそうだったんですね、見てるの、こんばんは深井カスカスよ、なんだこれ、なんで体調めっちゃいいよマジで、熱もないね、怖すぎて、あちょ怖すぎてさ、抗原検査やったんだよ、陰性ね、ただの喉の風なのかね、ただのかすれた人間だった。喉飛んでっちゃって、なんで？ね、もう少し我慢しないといけない。でも配信は我慢できずに配信始めちゃいましたね。配信我慢できなかった、すみません、ブザビットありがとう。でもちょっと
いつもよりは1時間とかできないかもしれない。いつもよりは少なめかもしれないね。こんばんは。帰ってきてほしいマジでね。もうやだ。トラさん好きなの？みんな。こんばんは。確かに。はるちゃん最近ね、厄年なのかな。なんでだろう。めっちゃ体調悪くなる。こんばんは。流行ってんのかなこれ。公園入った翌日の俺の声。似てる？ね、やばい。一緒？ちょっと恥ずかしいな。こんばんは。ヤッホーみんな。ね、ガサガサでごめん。ホタヒカも控えます。歌っちゃやばい。嬉しいって言ってくれてありがとう。はるちゃんが卒業するまで全メール返信チャレンジ始めてみた？嘘。じゃあはるちゃん一行とかでさ送っちゃったらさ、それを返してくれるの？メール一行ヤッホーだけで。公演ね、いつだろうね。予想しといてください。無理しないようにね、気をつける。ブザービートありがとう。カイコハケありがとう。季節の変わり目はいろいろなところに不調が出るちゅんからねって。確かにね。カイコハケありがとうね。花江ちゃんの声、花江の声高いからハルちゃん今出ない。昔キセイさんにいた山田ノエさんの声に似てる。あ、ハスキーボイスっていうことね。それより、え、なんか山田ノエさんの方が可愛い声だって、ね、あらちゃんカスカスすぎる。これは最近さ、南区って書こうとしてたら南区って書いてしまうことがあったんだけど、どうしてくれるのってやばいね。南川大好きだね。いいね、そういう時もあるよ。かわいこはっけありがとう。ヤッホーだけのメールに50倍の分量で返せる自信あるの？なんかありがとうね。のえさんにバレちゃう。目覚めたありがとう。こんばんは。さ、こうさ、小さな声というかさ、こんな声でさ話してると声通らなそう。今誰配信してんのかな。あ、今みんな4期生だ。こんばんは。ブザービートありがとう。喉飛んでる時意外と裏声ですか？わかんない。あダメだった。あ、南川遥です。
ダメだった。こんばんは。なんだこれ、星になってる。何の何、ママさんの声なんだ。師匠ね、配信してた。ついてる。ついてるね、見てた。こんばんは、はるちゃんです。やっほー。ね、のあさんめっちゃかわいい、ね、明るいしね。ふざびとありがとう。こんばんは、かわいくて美人で最高、ありがとう。いや全然無理してないですよ。あ、サマーグッズポチってくれてありがとう。はるちゃんのあの家族もポチっちゃったらしい。ツインテール好評だった、家族からも。かえりちゃんは高い声でセミを倒す、すごい。あ、違う違う違う、高い声出ると思った、ブレーキ音になっちゃった。ね、かわいい、ありがとうございます。スナックのママの、あ、ママさんの声、え、それ褒められてる、それどんな声だろうね。声出るようになってきた。やばい。あ、みんなポチってくれてありがとう。嬉しい、ありがとうございます。みんなご購入ありがとう。はるか、はるか嬉しい。ね、はるか嬉しい。あ、待って、この声が一番安定する。何これ、何この声。はるかです。待って、この声が一番安定するんだけど、めっちゃ声出る。何この声。な、何やこれ、これ。これやばい、気まずい。ね、だ、ねえ、やばい、声もうだ、誰ってなっちゃう、気まずい。ルーム間違えてない、みんな。ありがとう、みんな買ってくれて。はるちゃん嬉しい。セオドスイ、セオドスイ。違う。ねえ、やだ。やだな、もう。ねえ、変な。ねえ、怖いな、なんか声が。ね、本当にその声しか出ない。なんで、かわいそう、はるかちゃん。ルーム合ってるよこれ。ね、いや、ありがとう。最後にただ欲しかっただけって、ありがとうございます。ね、なんか話す。あ、じゅっちゃんと仲良しで、どうした。え、じゅっちゃん仲良ぴ。はるちゃん4期生とめっちゃ仲良しな子が多い。はるちゃんちょっとね、そう、仲良しなメンバー多いんですよ。こんばんは。ね、なりすましでもないか。
可愛くて美人で最高ありがとう。こんばんは。可愛いっちゅんですか。ありがとうございますね。声が早いですかね。すみませんねごめんなさいね。こんばんは。顔なしですか。え、待って、低い声の方が出るんだけど、何これ。待って、え、この声私か何これ何これ低い声の方が出るんだけどね。じっちゃんのチャットにはるかちゃんの動画あったの昨日気づいて嬉しくなったって。え、嬉しい。イエイ。俺とも仲良し、うざびとありがとう。やっほー。じっちゃん配信ではるちゅんのお話ししてたの。え、何のお話ししてたのかな、気になる。はるちゃん、はるちゃんめっちゃ気になる。それ気になるな。なんだ、スパイエアのオレンジの曲ですか。バレーボールね。はるちゃん曲わかんないな。バレーボールよく見るんですけど、なんか曲わかんないかも。南川はるかを、ね、はるお、はるおか、南川はるお。バルス、バルス。え、待って待って、この声が一番出るかもしれない。なんだろうね、声が、声低い。チューヒムは可愛いちゃん、前からよく知ってる。え、ありがとう。しんちゃんっぽいリアクション可愛い、ありがとう。オカリナの声って芸人さんのか、おかずクラブさんの。ブザビットありがとう。可愛い子発見ありがとう。こんばんは。見ろ、人がゴミのようだ。やばい、これだけ切り取られたら終わる。はるちゅん、ぼうちゃん、おお、しんちゃん、ぶざびとありがとう。今日は安静に過ごした。もうね、そう、人と喋って、まあ、しゃべるは喋るんですけど、なるべく声を使わないようにしてた。なんかカスカスすぎて。で、家に行って、ね、外暑くて、めっちゃ暑かったじゃん。え、ありがとう。そう、暑くて。え、みんなのところはどうですか。涼しいよ。違うよ、ここ。え、エアコンつけちゃった。中尾明みたいな声してね。春、ひどい。お、そんな男性声って言わないでくれ。ママが代わりに声出したい。え、いいか。今日そういえばさ、巨人野球してたらしい、新潟。え、今日だよね。そうだよ。うわー、行きたかったね。坊ちゃん、坊ちゃんの名前ってあるの。ボスケ。今日のぬいぬい、今日のぬいぬい。はるちゃん今ハンギョドン抱きついてた。でもね、普通にこの子もいる。いや、でかい、でかいやつ持ってくるな。めっちゃでかい、でかい。で、キティちゃんでかい。ね。やっほー。
エアコン配置も我慢せずに入れちゃってるね。ガンガンですね。パパチュン頑張って払ってください、光熱費。待って、配信見てるかもしんない。仕事中の パパチュンから連絡来ちゃったよ。配信見てるよ絶対。うざびってありがとう。あ、ルアシーハンギョドン好きなんだよね。ハイチュンの姉ちゃんもハンギョドン好きで、でなんかにでかいこのぬいぐるみ2つあるからって1つなんかもらった、譲ってもらった。あー、ね、新潟天気ギリギリです。え、なんかさ、もうジメジメしてるのが嫌だ。もうジメジメしてるだけでさ、あれじゃないですか、ベタつくから、それが嫌よね。ね、湿気、もう梅雨終わってほしい。パパチュンがこの話しろってめっちゃうるさいんだけど。言ってみ、何？え、これ。ね、明日から晴れる。ハウチュンのおかげだよ。今から晴れるよって言ったから。ね、みんなエアコンつけてる、冷房。光熱費ボクちゃん半分出すの？いや、ハルチュン、パパチュンに助けてもらう。会社にある髪が湿気でシワシワになってた。ハルチュンも湿気でさ、シワシワなのよ。顔が。え、待って、ね、配信で見えないかな？え、めっちゃツルツルなんだけど、ここね、口元、ここピーって線入っててさ、引っかいたんだよ、ここほら、ここ引っかいてた。そうピーってマジでセクシーな口やないかってね、そこで見てもらいたくない。違う、ハルちゃん傷見てもらいたかっただけなの。ハルニャンの夢見た。ハルニャンの夢見た。あ、そういうこと。ハルちゃん猫になったから。水分量2リットルなの。でもね、いっぱい飲まないと熱中症になっちゃうから気をつけてね、みんな。ね、梅雨生まれたばかりってやだ。ハッピーバースで梅雨やだ。違う。違うよ。ほうれい線じゃない。違う、ちょうどほうれい線のところにさ、引っかき傷あるけどさ、違うんですよ、これ。エアコン27度設定、ハルチュンちも27度設定。でもたまに昼間26度ぐらいになった。ハルチュンさ、24度でさ、一回さつけたらママチュンにさ、寒すぎるって怒られた。この部屋寒すぎるって言われちゃったんです。違う、なんかこの声だとさ、なんかさ、もうさ、やだ、話してるのやだ、もう何これ、もうね、声が出ない。でもさ、外出て帰ってきたら18度くらいにビビビビビって。あ、
べて帰ってきたら一回18度にするんだよ。そしたら怒られるね、ピピピって。何に気をつけて、早すぎて聞こえなかった、ゆっくり言ってって。違う、熱中症をさ、ゆっくり言ったらさ熱中症だから。違う、やだやだよそれは。熱中症、熱中症。いいじゃん、ね、痛みで起きなかった。もう朝起きて全然顔見てなくて、鏡の前にいなかったから。で夜、夜にお風呂入った後スキンケアとかするときに鏡を初めて見て、なんかここにピーってかあって、えって。でハウチチョコつけたんかと思って、こうやってね、こうやって拭き取ってたので、取れなくて、水、あのティッシュに水つけてこうやって拭き取ってて、それも取れなくて、ええってなってたら普通に引っかいた跡だった、ね、全然気づかなかった、びっくり。止まってないんだよ、エアコンも休憩しないとね。そう、化粧水染みたね、めっちゃ。今も染みるんじゃないかな、昨日染みた、昨日一昨日。あざとくなくなっちゃったね。あざとくて何が悪いのって言おうとしたけど、あざとくない。こんばんはね。そう、帰ってきたらさピピピってやるよね絶対。止めてもお掃除機のうるさいから困ってます。換気、換気するよね、そういえば止めたら。確かに。こんばんは、ね、換気休憩しないといけない。こんばんはですね、え、ようこそ来てくれて。配信出たかった、ママ。いや別にだ。え、ここ涼しい？もうちょっと下げる？もうちょっと下げてみるか。27。よし、下げてあげた。あざとかわいい。こんばんは。今24度にしてあげた。あっちいよ言われたね。番組、車のエアコン18度にしてすぐ寒くなって消してまたつけてを繰り返すのをやめたいって。え、でもそれわかる、わかります。あ、我が家26度なの。じゃあ同じくらいだ。こんばんは。極端。ママちゃんハイボール、ハイボール飲むの、ママちゃんって。ママちゃん日本酒だって。ハウちゃんさ、ママちゃんがお酒飲んでることさあんまり気づけないんだよね。目の前で飲んでる。目の前でさ飲んでるけどさ。ね、待って、ママちゃん家揺れてる絶対。なんか揺れてるよ、床揺れてる。家揺らしてるね。うち25度やけ。マジ18度低すぎるかな。あっちー、
ね、ジュースに見えないよ全然。お茶に見えるんじゃない？多分。ナマズ飼ってないよ。風邪ひいたのか分かんないけど喉が調子悪いんだよ。なんでですかね。え、なんでだろうね。なんでこの声なんだろう。仕事お疲れ様。ね、マーチュ日本酒のアルコール度数25度だって。そんな高いの？350ml の660円のハイボール紹介しようと思ったのにな。だってマーチュハイボール飲まない。飲まないんだ。ハイボールだったら。ハイボールってなんだ。ウイスキーを炭酸で割るの。おい、でもママチューは水割り派なの。おい、よくわかんないな、お酒。今度教えてあげるね。ありがとう。20歳になったら楽しみにしてるよ。お酒画面に出たらバンされる？あ、ね、お酒、でもお酒ママチュー今飲んでないですよ、全然ね。もしもシリーズでトーク盛り上がったからかなって。確かに。こんばんは、まさに宿った。こんばんはです。炭酸苦手なのですかねって。炭酸苦手なの？でもレモンハイは好き。炭酸苦手な。レモンハイは好きらしいです。梅酒美味しい。梅酒にしときな晴れやったって。水割りは好きだって。梅干しの何ですかね。これ何、これ白酒ですか。白酒ハイボールなのこれ。よくわかんないな、ね。今来たはるちゃん、こんばんはって。こんばんは、みんな来てくれてありがとう。みんな来てくれてありがとう。今日ね、あれだよ、あのさ、アマプラだっけ。アマプラ、あ、アマプラで、あの狩野英孝さんのあのライブ見てたんですよ。30分、あのネタやってるやつ、ネタを30分間ね、そう、それを見ててめっちゃ面白かったです。いつもないから消しちゃって。あやちゃん好きなんです、狩野英孝さん。こんばんはね。子供番組じゃない、そう、英孝ちゃんの。そうなんです、めっちゃ好きで。まず眉毛え、もうマジで最強だと思います。昔から好きなんです。はるちゃん3歳の時から好きなんですよ。どこが好きなのか分かりません。3歳の時の私に聞いてください。ずっと好きなんですよ。なんでですかね。ラーメンつけ麺、僕イケメン。ヤッホー。え、じゃあさ、あのなんかパパちゃんがめっちゃこれ言えって、え、言っちゃう？パパちゃんがさ、あのね、この話したら盛り上がるよって言うから、この話していいかな。なんかパパチュンの自慢話なんですけど、これ皆さん
ばんは。スタッフー、え、待って、この声出るな。スタッフー、スタッフー、スタッフ来た。こんばんは。愛しさと切なさを兼ね備えてる、あどけなさと可愛らしさを兼ね備えてる女子よしよし、じゃあこれ、あ、みんなコメント載ってくれてたコメント載ってた。え、なんか滑らない話なんですかこれ。フィフティの魂違う、これじゃない。あいちゃん話してんの、なんか、え、酔っ払ってない。え、なんか酒焼けみたいになっちゃってんじゃん。違うのこれ、違う、酔っ払ってないし酒焼けじゃないこれね、違う。なん、あのさ、そう、えいこうちゃん、え、待って、パパちゃんの、パパちゃんの話。愛しさと切なさと、ここ、お有名なの、え、それお酒、お酒、お酒を移したらバンだよ。バンだって、ハブちゃんバンしていいの、箱だけ。ダメだよ、お酒移しちゃった、お酒移しちゃったらハルちゃんバンだから、未成年だし。そうなんだよ。え、そう、パパちゃんの話なんですけど、え、話していい？いいの？マジでいい？あ、え、そう、そうなんですよ。ね、パパちゃん、あの昔、え、じゃあ私の声ですよ、私の声。あの巨人の監督ご存知ですか？ブザビートありがとう、かわいい子発見ありがとう。ね、ハルちゃんバンされないように気をつけてるんだから。そう、今の、今長嶋さんじゃん、え、テレレレレレ、しんのすけ、そう、あ、これ運営さんにもさ普通に言ってないんだよね。そう、阿部慎之助監督、まあ、はるちゃんの推しですね。そう、推し選手なんですけど、あのパパちゃん昔一緒に野球してて、あの知り合いなんですよっていう話滑っちゃった、滑っちゃったマブマブ、え、で、そう、最近、そう、しんのすけ監督のお父さんと会って写真撮ってもらったそう、これ普通に誰にも言ったことない、マブ、マブなの。え、なんか、そう、そう、それで巨人ファンなんですよ。え、多分それきっかけで巨人ファンです。あ、はるちゃん元気です、めっちゃ。そう、今新潟にいます。そう、そうなんですよ。あ、そう、前に内緒にしといたパパちゃんの大物友人です。そうエゴスター行きたかったんだよ、行きたかったけどね、行けなかったね。それなね、そう、
今エアコン入れてる。なんでバレた、なんでバレたんだ。大物すぎる。え、ありがとうね、マッシーさん食いついてくるかな。え、パパのポジションってどこなんですか。え、ハルチュー知らないんだよね。そうなの。レフトかセンター。あ、そうだったの。じゃパパ、パパ、パパに野球の話したしないからな、全然。ね、今もやってるんだけど、パパちゃん、そう。こんばんは。外野手だったらしいね。だからか、はるちゃんにフライばっかり教えてくれてたの。待って、そういうこと。はるちゃんさ、小学校4年生ぐらいかな、なんかグローブ渡されて、急にさ、ボールさ、めっちゃ上げられてさ、あのずっとね、外野の練習ばっかりしてたんですよ。そういうこと。親と一緒のところにやられてること。フライの練習ばっかりしてたんだ最初。めっちゃもう怖くて怖くて、上にあるボールが、マジでマジで怖かったんだけど。そういうことなのね。ちゃんと理由あったのそれ。ね、そう、びっくりね、面白い。そう、え、そう、バスケやりながらね、バスケやりながら、あの野球の練習もしてた。え、これってソフトボールで行かせました。え、なんかさ、パパチュンの自慢もう一つあった。小さい頃、しんのすけと掛布3人で写真撮らせてもらったって。やばい、めっちゃ邪魔してくる。パパめっちゃ邪魔してくる。もうね、エピソード止まらない。そう、え、すごいんだ。すごいんですね、レジェンドチーバーズって。すごいね。ママいるの？誰？プロゴルファー、待って、プロゴルファー、ママちゃんプロゴルファーだって。誰？丸山。あれ、ちょっと待って、ゴルフ今日、あのさ、知らないけど、知ってるよ。誰？丸山って知ってる。誰？待って、プロゴルファー丸山。まあ、ちょっとプロゴルファー猿？違う、まる、誰、まるちゃんすごいよ、だって。ほら、じゃあ、はるちゃんごじっちゃうから。そういうママの先輩で。え、待って、これさ、ね、これもすごいね、これ。世界の丸山。え、ね、これすごい、パパちゃん。え、ね、違うこれね、全然ハルチュー、これも言っていいよ、あとパパの仕事場の、あ、それは言っちゃないね、丸山茂樹さん。
知らなかった。だって言ってなかった。ね、まおちゃんからそれを初めて聞いた。ね、カミングアウト多すぎない？え、多すぎる。え、じゃあちょっといろいろカミングアウトしちゃう。もう一回言っちゃう。え、誰？え、何これ、奥さんだ、何の奥さんですか、本並さんだ、どなたですかこれ。ラビットに出てるじゃん。何が？サッカーの女子サッカー。あそういうこと。あ、そのサッカーのなでしこジャパンだった、その丸山さん、カリナさんだ。そういうこと？え、あれ、あの旦那さんがさ歌ってたよね。あの丸山さんに向けて歌ってた。そういえば見た見た。ラビットで出てますね。今日何の日だろうね。暴露の日だよこれ。ね。なんかあった？言っちゃいない。なんかみんなの暴露話ない？僕私この方と知り合いですってね、誰でもいいです。あ、まおちゃんこんばんは。だってこんばんは、ね、え、まおちゃんとパパちゃんも一般人ですよこれ。一般の方です。ね、可愛くて美人で最高、ありがとうね。いとこがアイドルっていうのもいいね。システマの使い手の人親戚じゃないんですよ。親戚がいいよね、面白いし。違うんですよ全然。南川さん、ハゲてる人、坊主の方です。違うんですよ私ね、よく言われるけど。そう、あーちゃんシステムできない。まーちゃん、あんちゃん知ってるかな。三田村邦彦さんと親戚です。だってすごいじゃん。すごい、呼吸法システムできない。宮井香遥さんのファンですって。え、ありがとう。同じ中学校だったのが富樫勇樹だって、すごいですね。いいね柴田。あらはたね、今千葉ジェッツにいるね。ちょっと富樫選手見に、千葉ジェッツの試合見に行きたい可愛く発見ありがとう。はるちゃんシステムはできないんだよね。え、南川って本名じゃないですか多分。え、違う、芸人さんの。ビリビリ得意じゃないよ、はるちゃん。はるちゃん、痛がりだし。めっちゃ痛いですって言っちゃう。うちの子アイドル目指してる？え、いいじゃん。アイドルなろうよ、アイドル。
アイドルってね、なんか目指してたらなれるものですよ、頑張ってれば。加原朋美さんの知り合いだって、いとこが。こんばんは、今日も可愛い、ありがとう。高校今日負けとオーサムのロケ地なの。すごい、調べたら分かるってことか。弟が高校の先生で教え子にヒカキンおった。すごいね。アイドルおるの、父方と母方。こんばんは。はるかちゃん、ちなみに本名すぎる。はるかちゃん、はるちゃん、はるかちゃん本名だよこれ。南倉はるかです、ね、これ幼稚園の時の名札だから、絶対これ本名です。これシステマの人じゃないです、はるちゃんね。俺も誰かのアイドルになれるかなって。なれるな、なれない。最近初めて南川せ人に会ったって。え、南川さんいるんですか。同級生に女優さんおるね。ハウちゃんも同級生、あの同級生に今日好き出た方とか恋捨て出た方とかいる、 YouTuber さんとか。すごい多いんですよ。かわいい、ありがとうね。隣で見てたの。なれるの。なれます。努力は必ず報われると信じてオーディション受けてれば、きっと誰かは取ってくれね。机の上に名札あった。アルシンのラモス・ルイ・ドゥンがスナックで会ったことあるのね。オーサム発売から3年経ちました。東西南北だとやっぱり南が好きですね。ね、こんばんは。先輩にも後輩にも芸能人おるの、いいね。通ってた中学から NGT メン誕生したの、すごい、つながってる。僕中の将来の嫁候補をアイドル知ってるの、あれ誰だ。こんばんは。喉治ってる、治ってるように聞こえるんじゃない、ね、これが本当の声だと、ま、あの勘違いしちゃうんじゃない、これ多分。うん、全然治ってなかった。アニマル浜口親子と飲んだことあるの。急だ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 、京子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 ね、声治ってないよ全然。多分みんなこの声聞き慣れちゃっただけだよ。やだ、なんかこれこれ違います、私の声じゃない、ね、酒明けじゃないですね、全然お酒も飲まないです。そんな声の血も好きですか、ありがとう、ね、嬉しいです。かすれちゃうね、それな。これはうちだゆうきさんですか。最初に初めて握手した芸能人ですか。はるちゃん誰だろう、初めて握手した芸能人の方いたっけ。
バスケの選手、千葉ジェッツの選手かもしれない。確かにね、小2ぐらいの時、小1小2ね、ハスキーです。可愛い子発見ありがとう。そんなそんなネタ持ってないですよ、真似しただけ。ね、慣れてきてるね、1時間配信した。あ、もうすぐ終わっちゃうよ。ね、声がもう、ね、下行っちゃった。にゃーんにゃーんにゃーん、声が出ないな。ママちゃん顔出ししないよ。みんな初めて握手した方言ってくれてる。お疲れ。いや、もう1時間撮った。前田敦子さん、中山しのぶさん、菊池桃子さん、ね、猫の声になった。東国丸、あ、東国原さん、東国原かな、国原、わかんないな。でもハルちゃん漢字疎いな。にゃーん、前田敦子さんって市川市出身なの？はるか、確か、かとみなさんだった。にゃーん、支配に。え、なんか聞いたことあるな。ね、3期生握手会したことない。4期もか。あー、この方見たことある。東国原秀夫さん、前田敦子さん千葉ですよ。千葉県の誇りです。さっき、そう、全国学士会はまだやってないね。ということで、はるかちゃんをちょっと今日はおさらばしようかな。ありがとう、1時間も見てくれて。ちょっと声がね、知ってました。調べたら知ってたね、声直してくるね。声が全然出ないね。ランキング読もう。ありがとう、来てくれて。よし、ランキングいきます。13位からいきます。13位チップチュン、ありがとうございます。12位ギファチュン、
ありがとうございます。11位豆のめちゅん、ありがとうございます。10位南川ボンヌマチュンチュンチュン、ありがとうございます。9位ケイトチュン、ありがとうございます。8位タコポーズチュン、ありがとうございます。7位ナカジーチュン、ありがとうございます。6位レイちゃんズチュン、ありがとうございます。5位ノムさんのマチュン、ありがとうございます。4位ドラミチュンのマチュン、ありがとうございます。3位ビーラバラチュン、ありがとうございます。2位トムチュン、ありがとうございます。そして第1位はテルルルルルンサリオチュンです。ありがとうございます、ありがとうございます。ね、気をつける。オリーブオイル飲んでみる。オリーブオイルあんまり好きじゃないね。全然好きじゃない。でも飲んでみるか。今日はハンギョドンと、はい、ハンギョドンに似てる。ね、頑張ります。え、猫って何？にゃーん、にゃーん。よし、ありがとうございます。ね、喉いたわります。みんなありがとう。卵酒ですか？なんだそれ。猫だ、にゃーん。ありがとう来てくれて。今日も一日お疲れ様。また来てね。ありがとうね。おやすみ。いい夢見てね。